ではお話をお伺いしましょう。バンラーラチの部背番号44番、秋吉大輔選手に伺います。よろしくお願いします。お願いします。今日は2月1日木曜日の練習後にお話を伺います。チーム1月16日に始動してから約半月、はい、経ちましたけれども、まあ、ちょっと寒さも厳しくて屋内での練習も強いられてますが、ここまで半月振り返っていかがですか？そうですね、まあ、チームにもだいぶ慣れましたし、本当にこう雰囲気よく、まあ、室内でやってるんですけど、まあ、本当にいい感じで、まあ、体も来てますし、まあ、コンディションも、はい、コンディションもだいぶ上がってきてるんじゃないかなって思いますね、はい、まあ、全体通してですね、はい、今はじゃあ結構体をいじめる時期？そうですね、はい、まあ、基本的に体をいじめられてますね、はい、多分基本的にサッカー選手 M が合うと思うんで、はいはい、大丈夫じゃないかなと思います、はい、まあ、でも寒さも厳しいので体のケアとかやっぱり気をつけてますか？うん、そうですね、まあ、必ずその温泉に行ったりして、うん、まあ、やっぱりその抗体浴したり、まあ、できるだけこうマッサージしてもらったりっていうのは今この時期は特に気をつけてますね、うん、さっきもあの練習、すごく選手もたくさん声出てましたけど、チームの雰囲気っていうのはいかがですか？まあ、先ほど言いましたけど、まあ、だいぶこうみんながこう声を出すようになって、うん、やっぱりこう要求の部分だったり、うん、こうどうしてほしい、こうしてほしいっていうのをもう、まあ、お互いに伝えれるようになったし、まあ、僕のイメージだとその上の人も下の人も、まあ、中堅も含めて、まあ、バランスがいいので、本当になんか雰囲気はよくやれてると思います今、うん、はい。今回ラインメール青森からバンラーレ八戸にやってきてくれたわけなんですが、移籍先をバンラーレに選んだその決め手っていうのはどんなところだったんですか？やっぱりシンプルにこう昇格っていうのと、やっぱりこのやりがいっていうのと、本当にこう八戸さんをこう応援してくれてるこの八戸の市民の皆さん、スポンサーさんも含めてこう熱いなっていう、こう熱意っていうのは本当に決め手ですね、はい、それは去年までラインメールさんにいてもそういう雰囲気っていうのは感じるところはありました？そうですね、まあ、ラインメールさんに、まあ、僕もこう拾ってもらったの感謝もありますし、うん、まあ、本当こうラインメールのおかげでこう成長できたのもあるんですけど、やっぱ対戦する時はやっぱり本当に意識はしましたし、うん、やっぱりこうアウェイで来る時のこの、応援というか声援っていうのは本当にか、まあ、僕らからしたら嫌なものがありました、ね、それは、はい、やっぱり感じてましたよ、はい。ラインメール青森時代はバンラーレ八戸とリーグ戦では全勝、はい、本当にすごく自信持って闘争心全開に出してプレーしているなっていうふうに見ていたんですけど、その戦う面ではその何でしょう、もう絶対勝ってやるぞという気迫に満ち溢れてましたよね。そうですね、やっぱりこう、まあ、ダービー戦っていうので、うん、まあでも僕らとかやっぱりこう違ったやっぱプレッシャーが多分バンラーレには多分、まあ、僕の中ではあったんですね、まあ、やっぱりこう、うん、ライメールにいたんですけど、やっぱりまだこうライセンス取れてないとかってなるとやっぱこう、うん、まあ、捨て身じゃないですけど、まあ、背負うものもなかったですし、本当にまあクズノさんが今回来てるんですけど、ラインメールって聞いた時はやっぱり個人の価値を上げるためにこう本当にだから僕らはその昇格っていう問題じゃなくて、そのなんですか、一人一人 その価値を上げるっていう意味で勝ったら絶対価値上がるだろうなとか、そういうのを意識だったんですけど、やっぱバンラーズはこう上がらないといけないとか、やっぱりいろんなこう声援されてる人たちもたくさんいる中で、やっぱりああいう舞台っていうのはやっぱりそういうとこが、まあ、まあ多少こう出たのかなっていうのは僕の印象ですね、うん、うん。その葛野監督と引き続き、まあ、師弟関係がバンラーレでも続くわけなんですけど、はい、秋吉選手から見て葛野監督ってどんな監督さんですか？そうですね、やっぱこう勝負ごとにこだわる監督さんなので、やっぱ本当に負けず嫌い、うんうん、やっぱどんな戦いでもやっぱ勝たないといけないという方と、やっぱりこう選手思いでやっぱ男気あるような僕のイメージですかね、はい、その男気ぶりは八戸でも発揮されてますか？やっぱりこう、なんですかね、まあ、見た目によらず、優しいんですけど、お茶目なんで、はい、お茶目なんです、はい、けどやっぱりこう、その練習試合もまあ2回かな、しましたけど、やっぱこう、勝負事なんで、やっぱりもう負けちゃいけないというのは言われましたし、うん、はい、まあ、そういった部分で、やっぱりこう、選手をみんな見てる、本当にこう、誰が出てもいいように、やってる印象があるので。うん、
まだまだまだこうシーズン始まるともっともっと男気みたいなやつが 見れてくると思いますけど、まあ、でも本当にこう、まあ、熱意とか熱いものっていうのは本当やっぱりミーティングでもそうですし、まあ、出されてるかなと思います。たまに出るお茶目な面ってどんな感じなんですか？まあ久保監督含めて東ヘッドコーチもいるんですけど、はい、まあ、バランスの取れたお茶目な、はい、それはもうやっぱりこうなんていうんですかね、僕がここで言うよりも、はい、練習からね、はい、サポーターの方々が直で見てもらうと感じ取れるかなと、はい、なんでここはまあ企業秘密で、わ、はい、かりました、はい、背番号が44、去年まで24でしたよね。そうですね、44、大きい番号だなと思うんですけど、この番号はどうしてですか？聞いちゃいます？それ聞いちゃいますか？みんな気になってますね。なるほど、はい、知りたいでしょうね。はい、レビューの注文件数もすごい多いと聞きました。本当ですか？はい、まあ正直、まあちょっとその、まあ先ほど言われたこの、なんですかね、決意を含めた意味での、はい、なんですかね、まあ44っていうので、まあ、はい、喜びと幸せっていうので44で、足して8じゃないですか。はい、羽ばたくと J3 にっていう意味で、はい、まあ、ちょっと深すぎる意味なんですけど、はい、こいつこんな考えてんのって思われるかもしれないですけど、はい、まあ、そういう意味で、はい、まあ、44番っていうのと、まあやっぱりこう44番、あ、でけえなあの番号って、うん、まあ、印象のものじゃないですか。だったら変なプレーもできないなっていう自分へのこのプレッシャーっていうのもありますよね。責任持ってやるってことですね、はい。今日もバンラーレのロゴ入りのジャージも身にされますし、はい、なんかこの間の撮影もあったと伺いましたが、バンラーレのロゴあるいは緑色慣れましたか？選手のみんなには似合わないねって言われてますけど、ね、はい、僕、酒井、中村、はい、まあ、でもだいぶ馴染んでいけるように、うん、はい、頑張りますんで。今まで緑着たことっていうのはありましたか？過去。そうですね、俺が今までサッカー選手になって緑ないですね。初ですか？初ですね。酒井選手も初めてっておっしゃってましたし、だいぶ新鮮でしょうね。いや、まあ新鮮ですよね、うん、私服でも緑着れないんで。そうでした、はい、新鮮ですね。わかりました。はい、ツイッター、インスタで見かけたんですが、必ずハッシュタグ、はい、魂、はい、これついてるんですけど、来ましたね。はい、そうですね、なんか僕のまあこうなんですかね、まあ常に意識してることなんですけど、はい、はい、まあ、特にまあその、まあ、ゲーム中はそうなんですけど、うん、まあ、結局やっぱりメンタルをどうコントロールするかだし、うん、まあ、そこを意識として、まあ、魂持って、まあ、プレーする。まあ、去年でいうと、うちに川端選手がいたんですけど、あ、はい、魂の塊が、まあ、僕よりも魂あったんで、はい、だから逆にそういう人みたいな感じで、うん、僕もこのチームに来たんですけど、まあ、魂込めて、うん、本当に一戦一戦ですね、本当もう戦いなんで、うんうんうん、しっかり本当に走り続けたいなと思います。はい、秋吉選手、海外経験もすごく豊富なんですけれども、そのまあ、日本とは全然違う厳しい環境でやってこられたと思うんですが、海外での経験で得たものってご自身の中でどんなものがありますか？やっぱりこのゲームを読むとことか、まあ、勝負どころっていうのは、まあ、外人の方がやっぱ多分、やっぱりこう日本人ってこうどうしてもこう何ですかね、うまくやろうとか、うん、こうボールを持っちゃおうっていうなんか意識があるんですけど、向こうっていうのはやっぱこう本当勝負ごとに徹してて、もう縦にガーっていくし、うん、まあ、やりきるサッカーとか、だからそういうなんか、うん、まあまあこう状況をこう読むとことか、まあ球際の強さ、うん、うん、まあ、先ほども言いましたけど本当に気持ちでね、プレーするっていうのがすごく学べたんじゃないかなっていうのを思います。はい、うん、じゃあそれをぜひバンラレの、そうですね、年下の選手もいっぱいいると思うので、はい、ね、歓迎していただきたいと思います。もちろんです。はい、八戸に引っ越し、まあ、実際住み始めたのを年明けてからですか？そうですね、年明けて半ばぐらい、1月半ばぐらいですかね、うん、はい、入ってきました。まあ、去年まで青森市でしたけれども、まあ、同じ県内とはいえ結構環境も違うかと思うんですが、八戸市や、または八戸暮らしの印象いかがですか？
なんか僕が想像以上に雪も少ないですし、はい、うん、まあ、寒さはでも去年も一緒だったんですけど、まあ、全然過ごしやすく暮らさせてもらってますね。去年はやっぱり家出る前から雪かきしないといけない時期ですもんね。ですね、だし、はい、もう私服は長靴でしたからね、はい、そんなのあんのみたいな、はい、はい、こっちはまあ本当に温泉行くのもね、サンダルも履けますし、うん、僕長靴だったんで、はい、めちゃめちゃダセーなっていう、ね、いやいやいや、まあまだ半月ぐらいだと思いますけど、まあ今も温泉っておっしゃっていただきましたが、どっか八戸行きましたか？いや、もう何個か行きましたよ。おー、早い、まあ、で、なんか去年も青森いたんですけど、うん、もう八戸に温泉、はい、それこそ堺たちと一緒に来てました。わざわざこっちまで来て温泉、まあ、練習をこっちに来てたっていうのもあるんですけど、やってましたね、はい、はい、人工芝の、それで、まあ、帰りに寄ったりしました。うん、はい、まあシーズンに入っていくので、どうしても自分の時間ってあんまり取れなくなってくると思うんですが、なんかここ行っときたいなとか、そういうところって、これやっときたいなっていうのって八戸の中ではありますか？どうですかね、まだあんまり正直わかんないですけど、うん、まあ、今はこうそっちよりもやっぱりこう来たっていう意味は、本当にこう J3 に行きたいし、うん、あげたいっていう、まあ、本当にこう、まあ、勝負の年と思ってるんでね、うん、はい、それはもう僕含めてこのチーム、このクラブそう思ってるんで、まずそこをまあしっかり考えつつ、うんうん、まあ、美味しいものがあればね、行きたいなぐらいですかね、はい。3月の11日から、また30試合のリーグ戦がスタートします。ずしんと構えているホンダ FC やソニー仙台、古巣のラインメールさん、そして J3 を狙うバンラーレ、FC 今治さん、奈良クラブさん、去年一緒にプレーした選手もね、また別なチームに移って戦うわけですけど、このまた厳しいリーグ戦、どんな気持ちで戦っていこうと思ってますか？まあそうですね、まあ、一丸となって、うん、本当にもう一人一人が同じ方向を向いてもう戦うっていうその気持ちが勝ったチームのは絶対強いですから、うん、もう一戦一戦もう本当に10秒1分本当10分もうそこ抜かないず、本当にみんなでとことん、まあ、本当にやりきれば、まあ、正直まあ負けないと思います。すごい強気、こんな強気な言葉を実際に口にする選手はなんか初めて見ただけです。まあそうですね、まあ、ある意味こうやって言ってますけど、まあ、責任が出るんでね、うん、そこしっかりやらないといけないんで、はい、本当にじゃあ何のため来たのってなるし、はい、うんうんうん、何のための1試合なのってなるんでね、そこはもう悔い残さないにやるしかないんでね、はい。バンラーレの熱いサポーターも秋吉選手のプレーを楽しみにしていると思いますが、こういうとこ注目しておけっていうところありますか？まあ、先ほど言ったようにやっぱりこう本当に、まあ、細かい部分ですけど、まあ、チームのために頑張るとか、うん、はい、本当に、まあ、誰かがミスったらそれはみんなでカバーとか、まあ、そういうのをまとめたりとか、やっぱりその献身的なとこ、うんうん、やっぱあと、まあ、その得点につながるまでのやっぱりボールの運ぶとことかね、そういうとこはやっぱこう見てもらえればなと思いますね、はい。サポーターは秋吉選手のこと何とお呼びすればよろしいでしょう？僕のことですか？はい、まあ何でもいいんですけど、まあ基本的に今まではまあ、まあ、秋とか、うん、はい、まあ下が僕、タイスケって言うんですけど、ええ、はい、まあ女性にはまあタイちゃんでもいいですし、はい、まあ男性はもうすでにもう何でもいいですね、秋でも秋ちゃんでも、はい、何でもいいです。わかりました。もう最悪も魂でいいですよ。魂、はい、最悪ね。最悪一切、あいつな、魂でいいや、って言って、はい、全然大丈夫です。はい。はい。さて、では、チームはこのインタビューが放送されている頃は、まあ、沖縄キャンプ、はい、まあ、外で戦術をさらに深められるいろんなカテゴリーのチームとも戦う機会もあるかもしれませんが、はい、ぜひ今シーズンの意気込み、そしてサポーター、リスナーへメッセージをお願いします。そうですね、はい、まあ、今シーズンやっぱりこう本当に J3 に上がるっていう気持ちが来たので、まあ、そのために今しっかり頑張って本当にみんな一丸となってそこを目指すようにしっかり頑張るので、本当にこう八戸の皆さん全員とこう上がった時にね、喜びを分かち合いたいので、できるだけ多くの方がこう声援に来ていただいて、それが本当パワーになるので、本当にみんなでこう J3 に上がりましょうっていうのを、はい、言いたいです。はい、わかりました。はい、じゃあその魂あふれるプレーで大スターを八戸を熱くさせていただきたいと思います。ぜひお願いします。なんで、はい、魂でフラッグをお願いします。はい、注文が入りました。はい、お願いします。はい、バンラーレ八戸44番秋吉大輔選手に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。